ミクチャンネル。常幸さんの曲が本校をちょっと題材にしていろいろと作られますよということをお聞きしたので、本校では、今年初めて、授業の中にこのボーカロイドの、授業を取り入れました。音楽の中に実は本校の教頭がですね、ボーカロイドを知っていますかというふうに話を持ってきたのがきっかけでした。音楽の教員が大学時代にコンピューター音楽を勉強したというところがありましたので、それでは音楽の先生の知識もあるのでボーカロイドを取り入れたらどうだろうと、それが最初のきっかけになっています。黒田真です。私は実際にボーカロイドを使っていつも曲を作っているので、今日は何かわからないことがあったら気軽に聞いてください。よろしくお願いします。ボカロとの出会いはですね、友達に教えてもらって動画投稿サイトでちょっと聞いてみようかなっていうのがきっかけでしたね。やっぱり人間には歌えない旋律を思った通りに歌ってくれるのすごくいいなと思ってまして、自分の思い通りに自分の思い通りのペースで作りたい曲を作って発表できるっていうのがすごく魅力だなと感じてました。じゃあ好きなボカロ曲とかがあるのかな。ああ、モノジャックいい曲ですね。私も好きです。何か好きなボカロ曲ありますか。好きなのできる。ああ、スコップさんもいい曲ですね。そういう皆さんが好きなボカロ曲、どういう風にじゃあ作っているのというのを実際に手順を見ていきたいと思います。こんな風に今日皆さんにやってもらったのと全く同じような感じでボカロ P たちも曲を作っています。私の場合は一番最初に歌を作るので、まあ、最初にこれをやってる感じですね。私が思ってるよりも数段皆さん飲み込みが早くて、すぐいいものをポンポン出してくれてて面白いなと思って、自分でも刺激になりました。みんなの作品ができたら、みんなもちょっとみんなで聞いてみたいと思いますから、運動したがりぬとくるわんだ。わあすごい、もういろんなリズムとか高さの音使ってて、最後のところなんで特に耳に残りますよね。ありがとうございます。本日も CM でした。ボーカロイド歌わせてよ、あなたの音楽を作ってみようよ。はい、ありがとうございます。素晴らしい、今日のテーマボーカロイドの CM を作ってくださいました今までは聴く手があったけど、今回自分で作曲することになってボカロをより近く感じることができました。とても楽しくて、今までボカロを聴いてた側だったのに、こう自分で作詞作曲できてとても嬉しいです。先生方の説明も分かりやすくて、操作もとてもしやすくて、すごくいい体験になりました伝えたかったのはボーカロイドは楽しいよっていうことですね。やっぱり自分がすごく楽しんで活動してますので、そういう楽しさをぜひ知ってもらって、ボーカロイドもっと盛り上がっていったらいいなと思いまして、それを伝えようと思いました。文化はどんどん進化してるんですね。我々が考えていたものと全く違うものがどんどん出てると。でこの分かっている人たちが新しいものをこれから作り出すだろうというふうに考えています。